こんにちは、ソックニッターのまゆみです。木曜日はモンプチメアリーさんの日ということで、今日も、えっ、ー、と、モンプチメアリーさんのミルキーウェイという毛糸で靴下を編んでみたいと思います。今回の糸端は、こんなピンクのものがついていました。とともに合いますよね。で、えっ、ー、と、ウボソックスを1個編んで、 で、まだあったので、もう一足編めるか試してみています。今回は、えっ、ー、と、だるまさんの2プライ2本をより合わさってできたふわふわの毛で、ちょっと見た目は太めなので、で、前回、ウツボソックス編んだ時に、大きいサイズになっちゃったので、えっ、ー、と、まあ、柔らかいっていうのもあってね。で、今回は28目で編んでみようかなと思います。で、100g320m ですが、多分2足できると思うので、 お楽しみにそしてねミルキーウェイというだけあってちょっと天の川っぽい暗い青い空のところにいろんな星が入っているのでこれを活かした編み方ができないかなと思ってやってみましたでちょうどそんな時にヘライさんから <laughs> えっとソックニッターに合うようなザソックニッターのための付け替えわ針みたいなもの がお試しし品として届いたのでちょっと試し編みをしながらなので、ね、今日はすごく幸せです <laughs> 手染め糸に新しい輪針という感じで試しながら編んでいますこちらのレビューというか内容も紹介したいなと思っていますチャオグーのツイストレッドレースミニっていうものでミニサイズの 針が入っています。コードはね、長いものです。コードが短いのは、ショーティーズっていうものみたいです。で、えっ、ー、と、内容はですね。まずは、針です。ティップスというものが、ちゃんとこう、袖、スリーブスっていうのに入っています。で、すごい細かいサイズで、US0005 っていうのかな。1.5ミ、mm、リ。こんな、 <laughs> あ000ってて書いいかから分かりやすいですね細いものあ、でもそんなに先は尖ってないんですね痛いかと心配しましたこれえー、何に使うんだろうこれねうんレース糸とかえっと私が持ってる細い糸モヘアとかがあるのでモヘアとかが編めるのかなちょっといろいろ試してみたいなと思います確かウルラボさんが、えっと、4本寄りの糸を 1>, 1本にしてこれかこの1.75とかで編んだ 1.5mm かな編んだって聞いたことがあるような気がします次 1.75mm あでこの長さは5インチ1 3ンチのもので普通のえっ、ー、とチャオグーの輪針と同じ長さですなので使いやすさは一緒です1.75とで 0 5針 2mm2.25 と 2.5mm で今 2.5mm を使っているので今ここから出していますここら辺がねもうソックニッターは使うと思いますでもしそのサイズがわからなくなっても2.25だったら2.25ここにこうね太い部分こう通すと、まあ、このサイズだってわかるようになっていますあととここにインチと センチのゲージもあります。でね、このポーチが可愛いですよね。で、私はこれだけをちっちゃい方にこうして入れて。あと他のツールをこっちに入れようかなと思っています。そして、ケーブルは全部で3本ありました。1個。2個3個こんな感じです。でね、このケーブルがね。細いんですよ。よ 普通の2.5ミリの、えっと、ケーブルはこんな感じの太さで。で、あと、コンボコンボセットも細かったんですけど、これもその、それと同じくらい細いです。で、えっと、特別なね、ワイヤーがくるくるくるってなっているものの外側にナイロンのコードがついていて、そう、カタログもね、お見せしたいんですけど、こんな感じで細かいワイヤーがこう、 より合わさってて、テニスする方はね。テニスコートのあの。ネットを引っ掛けるところの中がこんな風になってるんですね。で、それをコーティングしています。赤のものです。あ、それ以外にね。なんだっけ？こう？新しいのが出てるらしくて360水分36。0度みたいなものがあって、それは銀色だそうです。で、ここが36。0度くるくるするそうです。 ちなみにこれもねそんなに寄っておこないあ回らないは回らないのかそんなにねくるくるなることはないあの形状を記憶しないっていうことだからだと思いますそしてこの3本のケーブルの長さはえっ、ー、と3 5五セ5 5七十7 5ンチでとっと1 3ンチのものと合わせるとえっ、ー、と6 0 なので60のケーブルをもった 60cm のね輪針を持ったことがなかったのでを使えそうだなとメンマさんの,あのレシピパターンとかは6 0ンチの輪針を使うシーンがあるのでその時に使えるなって思っててで、えー、っとケーブルが3本ですそしてストッパーがついていますこれねすごい楽なんですよこう,こうするとね取れるんですよね あとね赤だけじゃなくて白と黒のセットとかもありますね他のねフォルテとかいうねこの大きいサイズとかのところにあったかないやーこういうカタログ見るのも楽しいですよねほら黒と白のストッパーと白と黒のなんだあ,あのスティッチマーカーとか白いメジャーみたいなのもありますチャオグーのマークはこんな感じ見えるかな こんな感じです。そしてこれね使ってみたかったんですよね。片方試し編みをしててで、えー、ともう一個ケーブル出してくればもう一個編めるなーって思ってじゃあえっ、ー、とそれにねじゃあこれに、えー、とストッパーをつければいいなーって思ったんですよ。で、ででそれまで編んでいるものに、 コネクタって言ってこれ一番ちっちゃいのでこれだけは袋から出さずに置いておこうかなと思ってるんですけどこのコネクタをつけてでシューッと引っ張ってこのストッパーをつけました。で手でも閉まるんですがえと編む時にはこのピンをこう入れてあまあ外れない時とかねシュッと 回すすとといいと思い思ますと片っぽこうして片っぽこう回すでもいいし2個ある場合には2個こうぐるっとしてもいいしでねこれ何かなってずっと思ってたんですよ。かわいいなって。でマーカーを大きに使ってたんですね。なぜならばこうゴムでできててこう止まるからほらあ <laughs> ちょっとペタッとする。なので これは何に使うかっていうとここをこ押さえてこっちをこう回すみたいな時に使うそうです。でピンが4つあるので折っても大丈夫。<laughs> でスティッチマーカーはえー、っと6個あります。あのねあれに似てるパインアメ。<laughs> パインアメみたいな柄がついててでピンクだけどねこう厚みもこうあってという感じで今回はこれちょっと使いたいなと思って出していました。でこのと締めるピンも よく使うのでここに出しておこうと思ってでこれもくっつくのでここに置こうと思っていますでこのコネクタだけは出さないでしまっておこうと思います使う時にだけ出すでねこのツールを入れるこう箱みたいなのがあってすべてのプロジェクトすべての時のためにでね 裏に何が入ってるか書いてあるんですよつまりなくさないというのがいいですねでこのセットだけでも売ってるのでこれごとなくしちゃった場合には買えるなって思ってました <laughs> ツイストミニツールキットケーブルコネクターが2つさっきのねちっちゃいやつが2つでエンドストッパーが2つでタイトゥニングキーズが2つタイトゥニングキーズキーズが2つだかかり4本入ってるんだ えとこの締めるやつですねキーって言えばいいんだタイトニングキー締める鍵みたいなことスティッチマーカーが6個でラ,ラバークリッパーって言うんだ子供からは話してくださいとか電話番号とか載ってますね茶でこれも大きい方にこう入れておこうかなと思いますあでも今使うのでこう使うものだけをこっちにこう出してでこうしてで これね細かいじゃないですかでもこれに入れとくとちっちゃいものでもこうして角っこまで持ってくればこう取り出しやすいです何だろう手が不器用な私にも <laughs> 取り出せるでなくしてもいいようにちょっとスペアが入っているというのもいいなと思いますこれがかわいいので私はちょっとお道具置きに置いておこうかな出しっぱなしにしようかなと思っていますで ということで、前置きが長くなりましたが、編んでいきたいと思います。そして、このミルキーウェイをね、本当はね、この青だったら青をいっぱいこうして、で、白は白ってこうしたかったんだけど、どこまで続くかなんて私には予想がつかないので、えっ、ー、と、これをまっすぐ編むだけじゃない技で編んでみようっていうのをやってみました。で、見た目は難しいのですが、簡単です。えっ、ー、と、ダブル目か。 えっとラップターンができれば大丈夫でそれを互い違いにしていますこうこうこうでここだけここを2回やってこうしてみましたそしたらねちょっとここの幅がね広くなりすぎるとなんかこうこっちがこう曲がって見えるまあ履けばねこの糸自体は柔らかいからもうどあのそんなにねこう曲がってる感じはしないんですけどこっちが大きいですよねですがえっ、ー、とまあ そこら辺もね、自由にしていけるかなと思います。どうやって編んだかは、まず、つま先、まんまるまるつま先を編みます。で、ちょっと太めだったので、2.5ミリの針で28目で編んでみましたと。まんまるまるつま先、8目スタートで、22目まで前段増し目をして、その後1段メリアス、2目増して、2段メリアス、2目増して、3段メリアスで、2目増して、 28になるようにしましたで。この白だったので、白は白でまとめたいなと思ってこうしてみたんですけど、途中からね、青が入ってきたりするので、ちょっと計画的にするのは難しかったので、ですが、実はこれ簡単なので、えっ、ー、とね、 シビル R さんのティップシートーっていうのを編んだと思うんですけど、それと同じようなやり方です。その場合ね、ちょっと最初のつま先が違うのですが、まんまるまるつま先をして、えっと、ダブル目をするか、ラップタンをするかです。で、ここはね、えっと、ダブル目で、4目ごとにダブル目をして、引き返す、引き返すっていうのをやってみました。この引き返す場所をこっちにしてみたり、こっちにしてみたりすると、 このの三角の位置が変わってきます。でここにするとねぶわってこう目みたいになったりするんじゃないかなとかって思ってまたね編んでみたいなと思いますこんな柄がねできていやどっちが面白いかなこっちつま先の方がいいかなちょっとあのこのぼりっぽくもあるかな <laughs> あーこっちは面白いですねこういう感じになると思いますよさっき言ったみたいにこうあの靴下の こうの部分を中心にこう引き返していったらこんな感じになると思います。水たまりみたいな。わあ、目みたいなのもいっぱい見えますね。あそうあ、草案でもよかったかな。で、まあ、4目ずついって、こう、ダブル目を作って消してっていうのをこう繰り返していきました。で、最後は、あ、で、ここは今度こっち側で4目でしてみました。これで、 1> 1回こっちで4目でしたらこっちも4目でしなきゃならないのでそこだけは覚えておくといいと思います。それで4目と4目にしたら確か4 5センチくらい4センチくらいか4センチくらいはかかります。でこっちは3目ごとにしてみました3目ごとの方が幅が出てきましたあそれでもうーん、4. 5, あ5センチくらいかな5センチくらいです。 ちょっっと変わってきますでもね4目でも3目でもそんなに変わらない感じがします。なので4目でやってしばらくまっすぐに編んで,でその後4目でやってとか3目でしてあ3目4目とかにするとちょっとね長さが変わってきちゃうのでそこだけは気をつけるといいと思います。で後半ここからは この4目にすると4センチぐらいになるなと思ったのであと4センチぐらい欲しいなと思ってたんですよここでで同じだから4目ごとにしてみましたがこっちはラップターンにしてみましたどうでしょう引き返すところがそんなにこうポコッとしてなくて私はラップターンの方が上手にいったなと思います皆さんは自分の好きな編み方でいくといいと思います何かこうポコッとしちゃうんですよね ダブルがねでこの柄を作ってみたいと思いますなんか前置きが長くなってしまいましたが実は意外と簡単なのでやってみようと思いますでは最初は、えー、とラップタンバージョンでいきたいと思いますえっ、ー、とまあこれはまん丸まる,まるつま先ができてすぐですすぐにするとこんな感じの柄になりますやってみますまず こっち側で引き返すようにしたいと思います。どっちで引き返したか覚えておくといいと思います。この例えばマーカーをここにこうつけとくとかね。このマーカーね。ちっちゃくてお気に入りなんです。アサミーズヤンショップさんから。おまけでいただきました。えっ、ー、と12。1, 2, 3で4目目のところで変えるって決めたら4。目目のところでラッパターンラッパターンは？ 内側から靴下の内側から外側にかけるとすごく楽でした最後だけ逆にするともっと楽なんですけどねで編んでいきたいと思いますそうそうこのねチャオグー尖ってってなんかこう痛いなと思ってたんですよねこの2 5ミリの方で編んでる時はでこれにしたら 付け替えワバリにしたら痛くないなって思ってあれこっちの方がここ平らなのかなって思って比べるために持ってきたんですけど全く同じでしたね <laughs> いやーつまりいろんなワバリを編むことで私この尖ってるのも使えるようになってたっていうのがちょっと嬉しかったのでご報告ですっていう <laughs> うんでこの裏編みをする時がねすごい楽なんですよね 1,2,3で4目目の時に3目目を編んで4目目の時に内側から外側になるように私はラップしていますで皆さんはね得意なラップターンの方向みたいないつもの位置ありますよねそれでするといいと思いますあとねここがねケーブルが細いからなのかね私がね憧れているこれができるんですシューこの もう使うところまで危うくここ今外しそうになるくらいねこう引っ張れるんですよやっぱ付け替えはばりのねケーブルいいよってチャオグーの一番いいよって言ってたのはこのことかと思ってすごく嬉しいですあここダブル目のとこあラップターンのところを前から外してまた1234目目のところでラップを作ります これを繰り返すだけでね4目ごとってことは28目だからちゃん割り切れちゃうんですよ。で割り切れる時だけ気をつけてほしいのが最後を押しちゃうとここ穴が開きそうになるので最後だけ最後から2番目1個置いてここでラップをするといいと思います。だから28だから割り切れないように3でしてもいいと思うし5でしてもいいと思うし。 カツが増えれば増えるほど薄い感じの斜めが出来上がると思いますそしてねさっきカタログをねいろいろ読んでねこのチャオグーのえっ、ー、とこの金属は、えー、外科手術用のステンレス鋼というもので出来ていて軽くて強い曲がらない曲がらなそうそしてえっ、ー、となんだっけ サテンスティシーンってて書いてるサ,サテンっぽい感じで、えー、と反射しない光が反射しないので見やすいですみたいなことを書いていますなのであのピカピカ光ってるんじゃなくてちょっとシャリシャリしている感じなので針と針がシュ,シ,ュシュって言いますアディは何も音がしないでここ光ってますよねそこが違いというかでそこにこすり合わせるように 編んでるんででるすよこの裏編みの時にねシュッシュッってなるような感じでなのでなんか裏編みがすごく編みやすいなと思います感覚が分かりやすくてで奥の部分の目をラップをこうのっけてから2目一度しますこれもねとがってるから拾えるんですよねじゃなきゃいつもアメリカ式に持ち上げてたもんね持ち帰ってますもんね 123目編んで裏から表になるようにすると楽ですこの糸もね編みやすいですねこの糸の方が光沢がある感じこっちは光沢がない感じなんか紺の色もちょっと輝いてみ白もねちょっと光って見えますよね 滑りがいい感じがします。ナるまさんのあのトゥープライのえっとね100%防縮ウール、スーパーボッシュウールなのでと同じだそうです。モンプチメアリーさんから聞きました。忙しいですね。両方言わなきゃなんなくて <laughs>、いや2つ一気になんてちょっともったいないかなと思ったけど、昨日届いてでこれを編むってもう決めてたので <laughs>。 スタートし,ましたあえっ、ー、と,と外側から出して編んでいます皆さんもうん何かこうこれって同時編みできないなっていうのがあったらこの付け替え輪針みたいのをお持ちでしたらこういう風に使うとすごく楽だなと思うしで私がねこれで憧れてるのはセーターを編んだ時に取っておく時に あの使えるんじゃなないいかっって思って思ます、まあ、これだとねこう靴下用だから、まあ、2 5ミ、mm、リのを使えると思うしあとねコネクターが2つついててケーブルが3本ということは6080100のケーブルを一気にねこうくっつけることができるんで3本を2つにくっつけることができるまあ針はねもう1 3ンチって決まってるからあれだけどだから長いナぎショールとかもういけるんじゃないかなと思って。 賢いな、その、なんだろう、選択。ちゃんとコネクターを2つ入れてるってそういうことなのかな、んて思ったりもしました。こんな感じで裏編みをこうしていって、でね、ダブル目、あダブル目と違ってさ、こう、ラップターンは見過ごしてこのまま編んでいっちゃうんです私。なので、そこを気をつけて、あ、だからマーカーを入れるんだった。ちょっと待っててくださいね。ここ外して、 えと2目一度するみたいに編んで123って編んだらこれを入れてみるんだったこのパイナップル飴のような <laughs> このステッチマーカーも気になってたんですよねいやー最近もう本当にステッチマーカーを集めてきちゃっててすごい楽しいことになっていますね 今ねここにニットプロさんのスティッチマーカーと浜中さんのとこれはねニットリングっていうものですよねあとこれもだるまさんですねのものが大集合ですこの外せるものと和のものってまた違うと思うんですけどいろいろ比べておりますこの色がいいっっぱいあるってだけでも ワクワクするので最近ね <laughs> いっぱい集めちゃっています。でマーカーを今度マーカーのところに来たら次は外すよってすれば見失わないんじゃないかなと思っています。ね早いでしょ これ2つ同時編みの1個編み終わったら今度はこれをコネクターでこ,ここをつなげばねそのまんま2つ同時編みもできるじゃないですか。で途中でね外せば 80cm の幅に戻るだろうしね。という夢のような <laughs> 遊びをしています。 ダブル目を下から外外しししてこれ正しい外し方です私がいつもちょっと間違ってというか邪道なんですがやってるのはこう,こう拾ってこの白い根元のラップを拾ってこう編んでいますよね穴っぽくならないようにでも本当の外し方は下からこうしてこうするとこの白い糸があっちに行って見えなくなるというのだそうです 穴を優先してしまっている正しさではなく <laughs> 3目を編んだらまたマーカーをつけてラップターンしてあラップターンしてからマーカーをつけてもいいですねこうして編んでいきますあとねえっ、ー、と一番最初に編むときにこの キーを使うのが面倒だなと思って手でできるかやってみたんですよ。ただし、えっ、ー、とここの隙間にさ挟まる可能性がありますよね。で、私たちは靴下を編む人が多いと思うので、この靴下ってはあの糸が細いのでそれが一番引っかかりやすいと思うんですよね。まあ、でも最初ちゃんと締めなくってもこのピンを使わないで締めた状態でも引っかかりはしなかったんですよね。 でもえっとピンを使った方がよりきっちりなるなっていうのは分かったしまあどっちも引っかからなかったから比較にはならないのですが、まあ、正しいやり方をする方が一番いいと思いますあのとね針の方をここにこう5センチのあ5センチじゃないや5インチか5インチの方はこっちにだけ穴があってで こっちにはないんですよ。なので、私はこう、ここをこう押さえて、こっちをこう右でこう押したけど、これをこう使ってね、するとさらに締めれると思います。あまり締めると私こっちを折りそうなので <laughs>、そうやらなかったのですが。もっとね、多分、もうちょっと試して、こう、いろんなことをしてみないと、もっとこう、 使いやすい方法というかを見逃してると思うので発想がなかったんですよね。こうやって取っておくとかさでその後どうやって一緒にするかみたいなのをちょっともう少し研究してまた動画なんかを撮れたらいいなと思います。あでマーカーのところに来たらマーカーを外してでここがダブル目になってるよ忘れないでねっていう自分にね <laughs> あの目印のた123って編んでラップをしてこうしてからここに入れれば楽ですねこのパイン飴を <laughs> 入れていきたいと思います このモンプチメアリーさんのミルキーウェイは、えー、と靴下を想定して染められているので、えー、例えばこう手袋とかだったらいいと思うけど腹巻きとかねそんな風になるとここの青とね白がうまく見えないと思うんですよねだからちょっとだけこの斜めにするっていう方法あとね短いのもどうなるかみたいな。 かかかかとのとことのこも楽しみじゃないですかそこもね楽しみだったのでこんなふうに遊んでみました本当えっとダブル目か、えっと、ラップをするというだけでできるのでしかもなんかそんなにサイズには響かないというところもいいなと思いますこれでこの技ができるんだなっていうのに気づいたので今度から。 普通のね工場の段染めの糸とかでもあマーカー入れるの忘れてましたね試せるんじゃないかなってもうポチメアリーさんがミルキーウェイを染めてくださったおかげで気づいたことですありがとうございますあそうだ裏も面白いんですなんかこうえっ、ー、とハッピースクラッピー編みは一段交互で裏編みのところでここに、ね、パキッと色が変わるんですが これはもう本当に宇宙に連れ去られるかのように <laughs> 柄がね面白いんですよいや本当柔らかいですねほらあ、何ショールってこうなってんのかなーあーなんかこういう柄に見えますよねあ、こうしてるのかなあ、そうかもしれませんねほんとほら天の川でしょこの裏編みの方がポコってなってこう見えやすいので こっちもこっちでさ、わかるんだけど。で、えっ、ー、と、さざ波と違って、ここはね、黄色と、ミルキーウェイをね、黄色とピンクと紫、緑みたいなのがポツポツポツっていっぱい入っています。面白いでしょ。しかもね、すごい柔らかい。で、ちょっとこう、太めな感じなので、お得な、<laughs> 気になりますね。 で、320m100g320m って言うとアイブと、のんか6本よりと同じくらいの太さのイメージをするのですがこれくらい編めるってことは、まあ、2足分にはなりそうなのでまだまだあるしねまあこの動画の最後にねどれくらいの長さになったかをお見せしたいと思いますこれをね足首に入れようか迷ってるんですよね とりあえずあのかかとまではこんな風に入れたしあとまあ毎回斜めにしなくてもまっすぐに編みたくなったらまっすぐに編んでもいいと思うしあとえっ、ー、と2目ごと一目あ2目置いてラップアンドターンとかする感じのとかしたらどんな風になるかなっていうのも見たいなとも思うしそしたら結構ボコッとなっちゃうかなまあ こんんな感じで編んで編いますラップタンはこういう風にマーカーのとこに来たらラップを外して4目って言ってるけどなぜか1個減らして3目編んで,でその次にラップを作ると4目ごとになっているのと一緒ということになります。普段 こっちだった。普段かかとでね。ラップターンで編んでるよ。という人はすぐに編めます。他にどういう柄の時にいいのかな？えっとショートピッチの方がいいと思います。短いピッチでこうラインが入ってくるレギアのアラウンドザワールドとかみたいにこう濃い色がシュッと入ってくるような。 ものととかが向いいてると思いますこれがつま先普通のこう編み方はこんな感じほら斜めのラインが出てくるっていうねちょっとあんまり入れすぎたらチカチカして見えるかしら <laughs> 面白いなと思いますいや靴下でもねこういう技ができるんだなと思って。 この1週間はなぜか編みたいなと思ってた靴下とかが全部斜めの線を出すというのがテーマだったのでまあ大体同じような技なのですが今回はこれはラップターンでしてみました昨日のハートのつま先靴下もラップターンでしたねあででででももこれねダブル目でもできるので ダブル目でもどんな感じかっていうのもとっておきたいと思います。あとえっ、ー、と。あ、マーカーつけるの忘れたので、マーカーなしでいきたいと思います。<laughs> マーカーをつけるのを忘れたら意味ないですよね。えっ、ー、と。クリスマスの毛糸を使ってハンドウォーマーを作るときに、このこれを使ってね。斜めの線をこう作ったんですね。あ、鼻緒の。の ウツボソックスの時も一緒なんですけど、でその時にラップもえっ、ー、とダブル目もせずにやってみてでこう消す時に下の段と一緒にこうね引き上げて編むというのもやってみたのでもしどうしてもできない場合にはその方法もありなので忘れなければ概要欄の方に載せておきたいと思います。ハンドーーマーです。 もしかしたらこの6 0ンチの針でああでもなこれ6 0ンチの針をねでえっとマジックループができるかどうかそしたらね引っ張る時間を2 0ンチ分短くできるじゃないですかタイ,タイムパフォーマンスが上がるなと思って6 0ンチの針を昔買ってみたことがあったんですねでもどうしてもやっぱり針の長さもね1 3ンチちゃんとあるからかな分かんないんですが、えっと できなかったんですよのでやっぱこれは休ませておくあと腹巻き帽子とかあと服えっ、ー、とおパンツとか <laughs> なんだっけニットブラメンマさんのねあれを編む時とかに使えるんじゃないかなと思いますあとは何だろうコネクターを入れてね 編むとかそしたらすごい長さになりそうですもんねこんな感じで言ってる間にもうほぼ1個目の鱗みたいな三角形のところはできたので1つ目の銀河はできました <laughs> できそうなのでちょっと最後のところも取っておきたいと思います。最後はえー、と 裏編みで終終わわるるんんじゃなくて表編みででよようにしたいんですよねでそこだけラップのかけ,かける方向を変えたいのでそこはちゃんと説明しておきたいと思いますでもねラップをかける向きを間違えていても外しづらいだけで外せないわけではないのでご安心くださいでラップのね、ま、いいところはねこう外しちゃっても直しやすいんですよね 外して見,見せてみようかな。えっ、ー、とこの根元のところをこう外しちゃったとしてもここがねほどけていかない限りこの根元のラップを下を通ってここを通ってこう拾って上からこう被せればいいんですね。向きとかもそんなに気にしなくても。 いいいいのででそこがいいとこがとろですラップをこう下から拾ってで最後はあれどっかで数え間違えたのかな <laughs> えっと本当はここなんですがここじゃなくてその1個前にしてこれで終わりにしたいと思います。なんかここを とここの最後ね2 8る4で割り切れるから最後の目でダブルあ、うん、ラップアンドターンをする予定なんですが両方がこう左右に引っ張られて穴っぽくなっちゃうので1個だけ外すと4目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 ,4目3目とかにするというだけです。なのですぐできそうだなと思ったらしてみてください。 あと、ティプシー塔をという、ティプシー、なんけ、ほろ酔いじゃなくて、な、な、めまいがするじゃなくて、なんかそんな意味の、ちょっと斜めのラインが出る、えっ、ー、と、つま先を編んだことがあって、で、シビル R さんっていう方のね、 いやーその方の,あのハンドウォーマーとかすごい引き返し編みで綺麗などう,どうなってるんだろうっていう柄がいっぱい出てでその方のファンですという方が教えてくださったんですよねいつもその方の,あのハンドウォーマーをいっぱい編み,編みましたっていう方がいてでシビル・アウルさんの、えっと、ラベリーのパターンを見たらいっぱいね編んでみたいに。 入って1ページ丸々シビしびる R さんの <laughs> になっていますそうそんなのも編めるんじゃないかなと思っていますなんか渦巻き柄みたいなのとかねこういう並々みたいな柄もねあったりしてねでここマーカーを外してラップを外して1 23て編んでここにしたいけどここはやめてここにします。でこれは今から作るラップが一番最後のラップですで。ここだけは裏を見て外すんじゃなくて表を見て外すので裏編みの最後のやつですよ。なので表編み表の方から裏外靴下の外側から内側に向かってかけます。こうすると すごく楽でした。でね。私これいつも覚えられないんですよ。あのウツボソックスの時にえっと内側から外す場合と外側から外す時と2種類ありますよね。えっとフラップの左側と右側がねと。あと折り返しフラップの時とまた事情が変わってくるというか、それいつもどっちからかければいいかわかんなくて、ラップの向きわかんなくなる病になってたんですよ。 でもね結論としてはどっちからかけても外せば穴っぽくならないし <laughs> 外せないということはないっていう <laughs> のが分かったのでいろんな動画でねこう自分の手前の方に糸を持ってきてから奥の方にラップをするんだよっていうパターンと逆になんか持ってる方から持ってない方ねこれだとねアメリカ式とフランス式で違うことになるんですよね。 なのでちょっとこうややこしいなって思ってたんですけど多分私の中の結論ではどっちにかけてもまあ大丈夫っちゃ大丈夫なので自分の中で一つのルールがあると楽なのかなと思います。ここで最後のラップ表編みバージョンと忘れてはいけないさっきここで逆にしたものはあります。 これですね。これを表編みで外します。で。端っこまでちょっと編んでみようかな。で、私はあと1周編んできたら、今度またここからこう始めるという風にしています。 でもしばらく斜めのまんまにして編んでみてから逆にするっていうのも面白いんじゃないかなと思いますどんな柄になっているかなんかねく靴下曲がって見えるんですよね <laughs> えっとこうじゃなくてこ,こうです こんな感じで斜めになっていてなのでこっちが足りないですよねなので今度はこっちでこう引き返してこういうのを作ってっていう感じで三角をこうくっつけていくという風な感じになっていますではこっちはねダブル目でやってみようかなと思います 忘れてはいけないのはさっき4目ごとにしたら次も4目ごとにするということまあこれぐらいですねではやっていきますねパッと見こう見たらさなんかもう合ってるような気もするけどちゃんとつま先をこうまっすぐまっすぐに手て難しいからまっすぐにしてみてこっちが長いからこの短い方で引き返すでさっきこっちにマーカーをつけたから今度は。 こっちだよって感じでこうつけてみるとかってすると間違いないかもしれません。ではやっていきますよ。この引き返す方を飛び越えて四目編みます。ダブル目の時には四目ごとだったら四目編みます。 ラップターンは1目少なくです。34って編んでからこう針を刺してひっくり返して私はそのままこう編んでいるのですができるだけ動きを小さくするようにでダブル目をしたところはねこう分かりやすいんですよねここってこうね目がなのでマーカーしなくてもいいっちゃいいんですけどダブル目をするのを忘れて んかくっつしたんでねでもこれだったらね直し直しやっていくといいと思いますあかかとの時にでこっちもこう針を入れてでそのまんまくるっと引っ張ると楽ですでも正しいやり方もやっておきましょうあそうだダブル目にするとね えーと何個もしたりするとここの滑りが悪くなるが悪くなるかな目数も増えてくるし <laughs> あと外れた時が大変なので外さないように気をつけて1個だけとか編まないようにしてで外す時も方向とかもねダブル目も作り方が右と左でも全然同じなのでそこが楽だなと思いますこんな風に外して1 2 3 編んであ4って編んでひっくり返して糸がこっちにある状態で滑り目をしますでこの糸をこっちにこう引っ張ると1本から2本になるのでダブル目なんだっけジャーマンショートローともいうそうですドイツの引き返し方ショーート短いローダン普通は1段1周編むのが普通ですよねでもショーートローを引き返すのは のドイツ式。ダブル目とか。ダブルステッチとか言ったりもしますよね。こっちも。外して。あ、アメリカ式でも外す、外して1。一。二。三。四。で、編んだら。 このままひっくりもしあっちだったらこうするんじゃなくて針針と針の間から手前に持ってきますでこの状態で裏編み,みたいに針を入れて滑り目こっちじゃなくてね引っ張りづらいと思うんですよ多分。なのでこうしてでこっちを引っ張りますそうすると白紫だったのは青の2本に V の山の字みたいになると思います。 この引っ張った状態で次の目を編んでいくというのが正しいダブル目の仕方だと思うんですが私はいつの間にか手がズルをして <laughs> 時短方法を見つけてしまっててそれでもこう間違えてるわけじゃなかないかなと思ってやっています。 アメリカ式でもね時短方法はできるか前も撮ったと思うんですがここでも撮ってみたいと思いますまずはダブル目を外します白白青青で、ぎゅっと引き上げて1、2、3、4で、編んだら糸をこうして下げてからこう拾って で、そのまんまこう持って次のあで糸を針と針の間から手前に持ってきてほらダブル目になってるでしょで裏編みを始めますこうやって動いていくと楽だと思いますあと補足ですえっ、ー、と ダブルメンの話じゃないですけど、ね、チャオクーとかヒヤヒヤとかみたいにここが尖っててでこうねつい触ってしまって怪我をするというか私もね何回もこう皮がむけたりこう穴がポツッとこう開いてしまったりして <laughs> そんな時にえー、とツルツルしてるカットバンでいいのを見つけたのでいやもう一回同じブランドが見つかったらちょっとお見せしますね。 だから防水のやつだったと思うんですよねでここはつるっとしてるなんか指みたいな感じなのでまあ編みづらくはなるのですがでも邪魔にはならないというカットバンがあったのでもし怪我をしてしまったらねカットバンしてまでねあの編むものでもないかあれこっち向きはどうやってやるんだったっけかなダブル目あこうかでこうして あ、っってなかったかなかかたこう編んで糸を向こうに持っていけば邪魔じゃないと思うのでこんな感じですくってひっくり返してそのまんまもう糸がこっちに来てるのでちょっとここくるとなってるけどそれでも大丈夫なのでこんな風にして。 ダブル目バージョンはしていますでダブル目とラップターンが混ざってもそんなに変にはならないのであ見てください <laughs> ここ青がま集まりましたよ集合 <laughs> ミルキーウェイの暗い部分が集まりましたこれをね計画的にやりたかったんですよ例えばこうあ青が続いてるから青をここにこう並べるとかあ私ピンで 締めなかったんだったっけそんな時にはこうやって持っていや本当はね先にやるべきでしたキーだったっけこれで締めてなかったねこうしてもいいしこっち側をこうクルクルしてもいいと思いますその方がいいかコードがクルクルになっちゃうもんねこれだったら握力がねない方にもいいしでこの ピンがないとここ持ってってるこっちも回ってる時があるのでそれもねこうしておけば大丈夫です。という感じでで毎回この斜めを作っていかなくてもまっすぐ編んで。 また斜めを編むとかでもいいと思うので、まあ、この後ちょっとね。あの撮影をストップして、自分でこう好きに編む時にやってみようかなと思います。どうなるかお見せします。そしてかかとを好きなので、編んでで履き口どうしようかな。履き口もこれでも面白いと思うんですけど。 ダブル目を外して一二三四んでこうしてあらあともう少しですねあれダブル目が二つある <laughs> もう少しなわけないね <laughs> 変なことをしていましたねえっと。 ここで引き返してはいけませんねいつもねこんな同時をしながら編んでいますがこうやって元に戻せば <laughs> 大丈夫で結構ねこのだるまさんのまあンプチメアリーさんのこの糸何回こうな編んでも大丈夫だったので <laughs>。 安心しして編んでみましょう皆さんミルキーウェイは手に入れたでしょうかで、えー、ともし編み終わったら「ハッシュタグモンプチ糸で編んでみた」っていう、えー、ハッシュタグをつけて、えー、とインスタグラムに投稿しましょうそうするとモンプチメアリーさんの糸でこう編んだものはこんな感じになるんだなっていうイメージが湧いて あ、じゃあミルキーウェイを買ってみようとか、ミナザサ買ってみようみたいな感じで安心して買えると思うので、よかったら投稿してみましょう。ということで、ダブル目バージョンはこうでした。ね、こう片っぽだけ編み終わった後だとさ、すごいこう曲がってるように見えるんですけど、意外とこっちもこう編み終わると四角くなるので、 普通の幅でこういくと思いますでは次のシーンもお見逃しなくもう片方も編み終わりましたえー、っとここを4目ごとあ3目ごとにしてでその後まっすぐ編んでみましたここの部分ですそうするとやっぱちょっとこっちに曲がってる感じなのですぐ戻した方がいいのかなこうした方がいいのかなこう波みたいにね こうした方がいいのかななんて思います。でもね、ここがね、白い天の川状態ができたので、嬉しいです。ちょっとこう、迷路みたいでもありますよね。こう白いとこだけたどったら、つま先へたどり着けるのかとかね <laughs>。で、えっ、ー、と、ここは、ちょっとお遊びをして、さっきちらっと言った、ここを真ん中にして、こう、吹き返してみました。そしたら、 今度はここがこうコッとなる感じではあるんですが、で残りの長さを計算したので5目ごとにこうしたんですね。なのでこんな感じかな。でこここうこんな感じでこっちの方が面白そうなのでこっちをこうにしてみようと思います。とここでこう引き返しをするとこんな三角形になるし、ここで引き返しするとこう楕円形というかになるという感じです。 楽しんでおりますでこれを2つ同時編みにしたいと思います。ちょっとねこれね長さを測るのもちょっと難しかったのですが、まあ、この木製メジャーアディの木製メジャーをこう入れて 17cm。でねこれ伸びるのでいつも17.5まで編むのですが 17cm でいいかなという感じです。でちょっと曲がってる感じがしますが。 こうして17センチということにしましたではここから一つにしたいと思いますまずこのストッパーを1個外してそしてこう編み進んでいこうと思うのでこっちをこうにして こううしようかなえっと今編み進んでいるところはこういくのでこっちの針はあっていいんだけど奥の方を外します手で外れなかったらあのキーを使うといいと思いますでここにまずは手でしてでちゃんと締めたいのでキーと。 このマットみたいなのも一緒にしてこうぐるぐるぐるってこう回すと OK です。でここを編んでいってつなげるというふうにしたいと思います。 ここんなことができるんでですねでかかとなんですがうーんまだこんなに残っているのでどのかかとでもいいと思います。でも糸が柔らかいのでラッパンターンにしようかな。でえーと トマトヒールにしてもいいんですけどトマトヒールにしたらなんかここと印象が一緒っぽいので、まあ、ラッパンとターンでも変わらないかもしれませんがラッパンとターンにしてみようかなと思いますでその後の糸の残り具合でどんな履き口にするかまたこれを繰り返すか考えながら今夜は編んでみたいと思いますこうしてでこのストッパーをこう引っ張って これね内側と外側から出している場合にはこの帯を使ってこんなふうに帯を重しにしてこう引き出して編んでいましたさあうまくいくのでしょうかここがねあ,あそうかここを編み終わったらこっから外してこっちにつければいいですね あれもっと早い方法があったかな、えっと、もしこのセットをあの付け替えわ針を使いこなしている方がいらっしゃったらこんなふうにしまうといいよとかこういう使い方が結構役に立つよというものを教えていただけると嬉しいです。で今夜のうちにいろんな、えっと、糸を。 細いと編んでおいて明日の朝皆さんのご覧に入れたいなと思いますこっちのコードの方は休ませておいたものは外したいと思います外れない時にはあこれだけでこうできるかなあ難しいですねなのでやっぱりこのマットとピン もしくは手ででこれはここが付いてるから手でこうクルッとクルッと回すと <laughs> おっと、取れまーすこれがなんか工作工芸品なんだろう ドライバーとかで作業してるみたいで面白いですねで、締めてからこっちを編んでいきたいと思いますミルキーウェイ靴下出来上がりましたここラップターンにしてちょっとこう渦巻き状になってで、ここは 二目細編みにしようと思ったんですが裏編みのところが見えなくなっちゃうなということでブロークンリブステッチっていうんですかえー、っと二目細編みを編んで次の段はメリヤサ編み二目細編みっていうのを繰り返していったらこれ一回遅れでこう見えてくるんですねこの白い部分とかなのでそれも面白いなと思います こんな風に仕上げて伸びる伏せ止めをしました。とっても柔らかくて履いてみるとすごくあったかい感じがします。でもう片っぽは即ハンガーに入れてみたらこんな感じです。2足目の靴下もちゃんと出来上がりましたね。で、ちょっと短めなので測ってみると13センチぐらいですね。えっと、もう1個は、えっと ウツボソックスでメンズのものでかかとが7センチくらいかなできましたで残ったものはこんな風にミニカセにしてみました輝いてるの分かりますかねプクプクしてるのもよくわかるんじゃないかなと思いますこのちっちゃいカセの状態カセの状態だとどんな色かっていうのも見れていいですねこれの作り方はウルラボさん これもね、ウルラボさんが動画を出してるので、概要欄の方に貼っておきたいと思います。柔らかいです。で、今回、えっ、ー、と、チャオグーの細い針で編んでみました。全部使ってみました。まあ、2ミリを普段使ってるのですが、2ミリで編んだもの、レース糸で編んだもの、こんな感じです。編み目を どこで比べようか。これくらい違います。で、まあ、レース糸がキュッと閉まってくれるっていうのもあるんですが、これくらい違います。こっちが2.5、こっちが2ミリです。そして、1.75ミリ。ここら辺からはね、未知の世界ですね <laughs>。同じくレース糸で編みました。あ、違いがわかるかな。あ、ちっちゃーってなって <laughs>。 わかかるかな、ね、確実にちゃんとちっちゃくなってますよね。であのこんな細いけど先が大丈夫だったんですよ。なんか指に刺さるんじゃないかなと思って <laughs> 心配してたんですけど大丈夫でした。でやっぱりこれに対してはこの糸がちょっと太すぎる感じがしてちょっと固めの印象です。こっちの方が隙間がある感じです。 なので1.75を使う時にはもっと細いレース糸とかを使うといいのかななんて思いました同じ10段で10あ10目で12段くらい編んでいますちょっとちっちゃいですよね一回りちっちゃい感じそして0005世界で一番細い針なのでしょうか <laughs> 1.5ミ、mm、リのものでレース糸を編んでみたら こんな感じですちょっとここを間違えてるけどあちっちゃさは伝わらないかな伝わってるかなあと1段編むのでまだつなげておりますがこんな感じあ大きさはあんまり分かんないかなそしてねモヘアも編んでみましたあちょっと映ってないかわいいモヘア生まれて初めて編みましたえっとセーターを編むように 金昭さんというところでえっと大きいのを買っております。千二百メートルだったかな。でこれをセーターの時にこうフォープライのものと引き揃えて編んでみようと思っていますが、こんな風に隙間が開いています。編んでみたいと思います。裏編みからですね。 でね、さっきちょっと抜いてしまったので、気を抜くと抜けますね <laughs>。で、この茶王宮のシャッシャっていう感じが、1.5ミリでもそんな感じを感じますし、あ、でね、そしてね、多分これ金属じゃないと私折っちゃいますね、と思ったので、 チャオグーさ硬いですよね重さはないけど強いんですよねなのでチャオグで良かったなと思いますほらこれ細くてさでも伸びないんですよねこのもはやってねねこのパヤパヤが邪魔になると思ったんですけどいけましたねでねほとんど目を使ってませんね手の感覚だけで編んでいます 白を買ってよかったなこれ暗い色だったら確実に見えないし一本取りでは無理ですね。いやーでねこれだったらあのにんお人形さんのセーターとかこれで編んだら可愛いんだろうななんて思いました。ということでチャオクのおかげでこんな編み比べができました左から 2mm。 1>, 1 5 1 7 5 m m 1 5 m m という感じです。ということで今日もいっぱい楽しんでおります <laughs>。今日はこちらのモンプチュメアリーさんの「ミルキーウェイ」という毛糸で2足目ができたよ 100g で2足目できたよラッキーっていう動画とチャオグーの 付け替えはバリでした。最後までご覧くださりどうもありがとうございましたまた次の動画でお会いしましょう